リグーリア州ジェノバ近傍のポルトフィーノ・リグーリア海岸は、イタリア北西部の地中海に面する海岸。国際的に著名なリゾート地である。南フランスのニースから続く、リビエラと総称される海岸のうちイタリア側を指し、イタリアンリビエラとも呼ばれる。リビエラという名称はイタリア語で、海岸や湖岸を意味するリビエラから来ている。リグーリア海岸のうち、現在のインペリア県のサンレーモ、ボルディゲーラなどが国際的な観光地として開発された時期に、その海岸地域がリビエラの名で呼ばれるようになった。後にその範囲がフランス側にも拡大されたことで、イタリア側をイタリアンリビエラと呼ぶようになった。今日、リグーリア海岸と呼ばれる範囲は東に、ラスペツィア湾東限のカーポコルボまで拡大されている。その結果、西はフランス国境から、東はトスカーナ州との境界に近いラスペツィアまで、リグーリア州の海岸がほぼ、すべて含まれることとなった。リグーリア海岸のほぼ中央に位置するジェノバを挟んで、東リグーリア海岸と西リグーリア海岸とに分けられる。西リグーリア海岸はより白い砂浜が特徴で、東リグーリア海岸は砂と石と海に突き出た岩壁が特徴である。ありがとうございます。